こんばんは、たくみです。ミクランド2021夏ではネットマナーが原因で炎上騒動が起きてしまいました。コミュニケーション関係を良くするため存在するはずのマナーが原因で、なぜこのようなことが起きてしまったのでしょうか。ネットコミュニケーションが一般普及しだして2021年時点でもう20数年経ちますが、残念ながらこのような問題は繰り返されている歴史があります。まず MMORPG の歴史を少し紹介します。 MMO は大規模多人数同時参加型オンラインの意味で、人同士のコミュニケーションが重要となるネットゲームです。その歴史は1990年代まで遡り、有名なタイトルをいくつか挙げると、1997年のウルティマオンライン、1998年のリネージュ、2002年のラグナロクオンライン等があります。ここで知ってもらいたいのは、日本でのネット一般普及と同等の長さの歴史がネット交流型ゲームにはあり、マナーについても構築されてきたということです。 MMORPG のマナーについては、ユーザー間のマナー等の構築もゲームの醍醐味の一つでした。ゲーム運営によりマナーやルールの設定も行われましたが、ゲームによってバラバラで、それぞれのゲームの文化があります。その中、他人をスクリーンショットに撮ってはいけないというマナーは一般的にはありません。撮影したスクショ等のネット公開については、運営がルールを定めたり、他人の名前は隠す等のマナー文化はあります。近年はゲーム動画配信も活発になり、ゲームの動画配信等のルールについては運営会社がルールを定めるのが一般的です。ところでミクランドについてはどうだったのでしょう。特定ルームの撮影内容公開は制限がありましたが、トラブルを起こした VTuber も運営に問い合わせて確認していた通り、ライブ配信も許可されているイベントでした。その VTuber に特別許可されていたわけではありません。そしてこの文章が公式に掲載されていました。あくまで公式撮影のための注意事項ではありますが、撮影されたり公開されても問題のないアバターで参加することが公式マナーであったといえます。そしてミクランドが開催されたバーチャルキャストは Steam で配信されているソフトです。利用者側からすればゲームの一つということです。特にミクランドのために導入した新規ユーザーにとっては、前述の通りゲームのスクショ撮影は普通に行われてきたことですし、個人的には他人の撮影に対して一定のマナーは必要だとは思いますが、運営のルールからも撮影するだけなら問題がないと考える人もそれなりにいても当然です。また過去のミクランドからバーチャル配信者は写真撮影推奨が普通で、一緒に記念撮影をするぐらいの文化がありました。それに対して自分は撮影されたくないという個人的な理由で勝手なマナーを持ち出したことが炎上することになった大きな要因でしょう。またトラブルがあったルームはグリーティング会場の一つでした。グリーティングは初音ミク、東雲メグ等キャラクターたちとの触れ合いや写真撮影のイベントです。公式ライブ放送もされる写真撮影イベントのルームです。撮影のために人が集まってくる場で撮影しないではあまりに場違いな発言でした。多くのミクランドの配信する方の中では、このメインイベントの時間帯を避け、空いている時間帯に人がいないか少ないところで配信を行うのが暗黙のマナーのようになってました。また今回はこのイベントのためにイベント用の同じルームが15箇所に増やされました。結果的にその一つを占領してしまい、人数の多いルームを目安に初音ミクのグリーティングを探す人たちの邪魔になる行為もしていたことになります。お忍びで参加していて撮らないでほしいならそれは理解できますし、尊重すべきでしょう。しかし彼女はお忍びとは真逆の主役の初音ミクに失礼と言いたくなるぐらい
勝手な目立つ行動ばかりでした。銀盾クラスの YouTuber としてはあまりに事前調査が不足していました。リアル社会なら少なくとも日本では無断撮影はマナー違反が一般論でしょう。ネットゲームやミクランドのことをよく知らない人たちは彼女のツイッター発言に同調したでしょう。そもそも彼女のツイートを見るのはそのファンが多く、同調の意見は多くなるでしょうし、ツイッター上では反論意見は少ないでしょう。そうやって自分は悪くなくて相手が悪いという歪んだ論調を公開で作り出してしまったことが炎上を大きくした原因です。彼女にはその気はなかったのでしょうが、撮影していた人、バーチャルキャスト利用者、VR チャット利用者にツイートで悪印象を与え、次々と敵を増やしていってしまいます。無関係な VR チャット界隈で非難されていて、わけがわからないような発言もありましたが、ミクランドは VR チャット利用者が多く参加するイベントであるという参加者の中での常識も知らないぐらいの調査不足状態でライブ配信をやってしまっていたようです。ツイッターの性質上フォロワー以外でもつながりのつながり等で多くの人がこのツイッターを見ることになります。一方的に事実誤認で悪者にされた人たちは怒って当然です。そして彼女のファン以外の多くの人から見れば、反省の色が全く見られない自分擁護発言とそれに同調するファンの列が集まり、裏ではファンの人は信者と呼ばれてしまいます。彼女だけでなくそのファンもマナーの悪い人の集まりと扱われ出したのです。さらに前の動画に対して意見をいただいたのですが、その内容が事実であればツイッターの横入りはマナーとして NG という、一時期ツイッターの仕様変更で一部で流行っただけのマナーを理由に一方的に私を悪者にしてブロックしたようです。ツイート主に関係ない横レスを繰り返すのはマナー違反でしょうし、一部の人は横レス自体を嫌うのは理解しています。しかし彼女は後者ではなく、一定の横レスは容認していましたし、過剰な横レスに対しては注意もしていましたが、そこで止まればブロックまではしていませんでした。最後までマナーを自分のいいように利用する彼女のやり方は変わらなかったということですね。最後にネットマナーについてですが、検索をかければいろいろなマナーが出てきますし、それらを参考にするのはいいことです。ただそのマナーを信じ込むのはやめましょう。少し調べれば真逆のマナーが書かれていたり、ごく一部の中でのローカルマナーであったり、廃れた古いマナーであったりすることもあります。もちろん私の動画で話しているマナーも正しいとは限りません。動画を見てくれる人には考えてはもらいたい、それだけのものです。もちろんネットゲームでの無断撮影についてもいいと言いたいわけではありません。 VR というリアリティがゲーム文化に入ってくる中、リアルに近いマナーに向かっていくかもしれませんし、今がどうなっていくかの転換期かもしれません。大事なのはほとんどのマナーは押し付けてはいけないということです。どこかで見たマナーを人に押し付けてはダメです。最低限なぜ守らないといけないのか説明しなければいけません。マナーより大事なのは対等なコミュニケーション、これを忘れないでください。ご視聴ありがとうございました。